ゼップブルーシアター六本木は東京都港区六本木にあった劇場。客席数901席。六本木中心部の地図。灰色で囲んだ5の位置にブルーマングループコンサートホールと書かれているのがゼップブルーシアター六本木である。2007年12月1日、ブルーマンのアジア初となる日本でのロングラン公演の専用常設劇場として開設。 法人向け一括請求サービスを展開する株式会社インボイスが命名権を取得しインボイス劇場として開場された。劇場内は黒で統一、照明機材に徹底した明かり漏れ防止とハレーション対策を施すなどブルーマンのパフォーマンスに最適となる要構築。ロンドン及びアムステルダムの専用劇場と同規模の900席となっている。 2009年9月には来場者40万人を超え、同年11月29日で試合企画を迎えるが、直後から熱烈なラブコールを受け、異例のスピードでの再演が決定した。2010年4月29日からの再演にあたり、劇場名は、六本木ブルーマンシアターと変更された。ブルーマングループの公演は4年に及び、2012年3月31日までの、 通算1388公演をもって幕を下ろした。2012年4月、ブルーマン公演の終了に伴い、六本木ブルーシアターと解消同年9月から12月には、マイケル・ジャクソンの奇跡をたどるライブ、スリラーライブ、スリラーライブが開催された。2013年4月からは、芸能プロダクションアミューズと業務提携し、アミューズミュージカルシアターと解消してオープン。 開業当初は韓国ミュージカル専用とし、年間8から10作の韓国のミュージカルが上演する予定であった。しかし、客席の半分も埋まらないなど、稼働率が低く工業的にも失敗したことから、方針を転換。同年12月には、アミューズ所属のアイドルグループ桜学院のライブイベント、ゴスペルミュージカルなどを開催。虎姫一座による、 東京モダンガールズ展開からの贈り物公演の千秋楽公演となった2014年4月6日をもって劇場使用契約が満了。わずか1年で閉館となった。2014年4月以降は再び名称が六本木ブルーシアターに戻る。舞台のほか、乃木坂46やアットジャムなどライブイベントも開催されるようになる。2015年1月1日付で、 ゼップライブ、劇場の所有、管理者であるトリックスターエンターテインメントなど8社の共同運営によるゼップブルーシアター六本木として再開業。2017年11月12日に土地使用契約の終了に伴い閉館。劇場の所有、管理者のトリックスターエンターテインメント株式会社は劇場の移転先を探している。二千十九年現在、 劇場の跡地の今後の利用については未定となっている。ありがとうございます。